一方で使用する薬剤によって特徴的な副作用が出現します。代表的なものにはしびれや便秘といった末梢神経の障害、心臓の筋肉の障害、脱毛、糖尿病、胃潰瘍、肝障害、腎障害、発熱などがあります。くらちゅーチャンネル、こんにちは。倉敷中央病院血液内科の上田康則です。この動画では日本の成人では最も頻度の高い血液腫瘍である悪性リンパ腫の治療の副作用や原因と予防について分かりやすくお話しします。ぜひ最後までご視聴ください。リンパ腫の治療はリンパ腫のリンパ球だけでなく正常のリンパ球も攻撃することになるので免疫の力が下がります。菌を殺す好中球も減るので一般的な感染症にかかりやすくなるとともにカビやウイルスなどの特殊な感染も生じやすくなります。赤血球や血小板も同時に減少して貧血や出血傾向を生じる場合もあります。一方で使用する薬剤によって特徴的な副作用が出現します。代表的なものにはしびれや便秘といった末梢神経の障害、心臓の筋肉の障害、脱毛、糖尿病、胃潰瘍、肝障害、腎障害、発熱などがあります。抗体薬の場合は初期の治療時に発熱や血圧低下などアナフィラキシーと呼ばれるアレルギー症状が出ることがあります。治療前には心臓の機能を調べて使用できない薬がないかを調べます。治療開始時には特に治療の影響で便秘が強くなることがありますので十分に注意し、便秘傾向の強い時には便秘薬の量の調節が必要です。末梢神経の障害によって手足の感覚異常、しびれ、運動障害、疼痛が生じる場合があります。あまり強いと薬剤を中止しても十分改善しない場合もありますので早めに医師に相談して薬剤の減量や中止の必要性を検討する必要があります。薬剤によって治療開始後2から3週間あたりから脱毛が始まります。治療が終了すれば半年程度で元に戻りますが、その間をどう過ごすか医療スタッフに相談して好みによってウィークなどを考えます。また長期的には時に骨髄異形成症候群などの二次的な腫瘍を発症することがあります。リンパ球が分裂する過程で毎回染色体の上にある遺伝子は2倍に増えて2つの新しいリンパ球に振り分けられます。その過程で何らかの原因で間違いが生じて遺伝子に異常が生じた結果、分裂・増殖の調節ができなくなりリンパ腫が出現すると考えられます。一部のリンパ腫では発症にウイルスや細菌感染が直接的・間接的に関係すると考えられています。 HTLV-1 ウイルスによって生じる成人 T 細胞白血病リンパ腫に関しては出産から乳児期の母乳の制限等による母子感染の予防で原因となる HTLV-1 の感染を防ぐことが発症の予防につながると考えられ、平成23年以降厚生労働省の定めた妊婦健診の標準的検査項目に含まれています。また胃のマルトリンパ腫はヘリコバクターピロリ感染症との関連が示されており、除菌が発症の予防につながる可能性があります。我々の周りに存在し大部分の方が若い時に感染する EB ウイルスも一部のがんやリンパ腫の発症に関係することが分かっています。
しかし一般のリンパ腫に関しては発症の原因は不明で、予防の方法も分かっていません。抵抗力が落ちているので、外出から帰宅したときは手洗いうがいを心がけましょう。感染や発熱を生じたときには速やかに受診して治療をする必要があります。特に治療中はアスペルギルスというカビの感染を防止するため、工事現場などの土ぼこりの多いところを避けることが賢明です。特にリンパ腫に良い食事はありませんが、治療がスムーズに進むよう、食中毒にかからないような新鮮な食材を使い、栄養のバランスのとれた食事と十分な睡眠を心がけることは重要です。くらちゅーチャンネル、最後までご視聴くださりありがとうございました。今後もさまざまな疾患に対する動画を公開する予定です。次の動画もぜひご視聴ください。